はい、どうも、資格マスターカワウソです。今回は数件一級の合格のために必要な参考書、問題集、こういったものについて話していきます。数件一級というのはね、例えば英検一級あるいは漢検一級と比べても非常に情報共有がされていない試験なんですね。なぜかっていうと受験者数が少ない、したがって合格者も少ない、だからこそ、どういうもので、勉強すれば受かるか、こういったことも知られないと。このことね、僕自身よく分かっているんですね。というのも僕数検一級と英検一級にも合格しているんですが、やっぱり動画が再生されるのは英検一級の方で、数検一級のね勉強法、まあ、自分のそのチャンネルの動画の中ではだいぶ見られている方ではあるんですけれども、やはり英検一級の動画と比べるとあんまり数字は良くないと。まあこういう事情もありましてね、なかなか数検一級を取ったとしても英語の動画の方がバズるから数件の動画を出さないと、まあ、こういうこともあって、なかなかね数件一級の合格法、これを投稿する人は少ないと。でかつ情報を出している方もね、まあ、具体的に言うと河野玄斗さんとか、その東海高校から東大理科三類ですかだったり、東大院の船橋さん、あるいは数学科を卒業されているトンスケさんといった、まあ、数学ものすごく得意な方ばっかりなんですよね。なかなかね、数学が苦手な人、苦手というほどでもなくてもそこそこのレベルの人が数件一級の情報を上げているっていうのはなかなかないわけです。でもね、僕はやっぱりどんなレベルの人であっても数件一級を受ける価値はあるし、合格することもできると思っています。僕はその人たちのために、まあ、そこそこのレベル、数学のレベルはそこそこの人間がどうやって数件一級合格を手にしたか、これをね話していこうと思います。まあ、しっかりやればですけれども、文系の人、あるいは大学で数学をやっていない人であっても十分合格することは可能だと考えていますので、ぜひ最後まで見ていってください。まず基礎としてマセマシリーズ、これを買うか借りるかするのをおすすめします。というのはね、このマセマシリーズって何やねんという話なんですけれども、知らない数学の分野を手っ取り早く習うための教材ですね。まあ言ってしまえば予備乗りの動画みたいなものです。なんか小学生の方が予備乗りさんの動画を見て数検一級に合格したという話を聞きましたが、マセマも同じようなものです。つまり文系の方であっても大学の、まあ、学部レベルの数学っていうのを、まあ、予備校のノリで勉強できると。でこれ大学数学だけでなくって高校の数学っていうのもこう、まあ、なっているはずなので、で例えば理系学部出身であっても高校の数学にちょっと不安のある方、大学を出てしばらく経って数学を勉強していないという方であってもこうマセマシリーズっていうのは十分有効だと思います。で、ちょっと注意点が2つあります。1つは結構高いんですね。これ確か1冊3000円ぐらいします。だからこれ、数検一級で習う範囲を全部買うとなるとおそらく1万円超えることになります。なので、ね、中古だったりあるいは大学、結構デカめの図書館だったり、あるいは理系、大学の理系学部に入ることができるのであれば、そこの図書館には絶対置いていますので、そういったところでうまくお金をセーブしてください。そして、まあ、これ
んでしょうね、手っ取り早く学ぶのに特化したシリーズなんですね。逆に言うと、その各数学の分野においてあんまり深掘りっていうのはしていないわけです。そのだから例えば線形代数をじっくり学びたい、そういうのには向いていないわけです。あくまでも数研一級とか、その大学の単位を取るとか、そういったものに特化したシリーズ、特化した問題集、参考書だと考えてください。そして、2つ目、合格ナビというもの。これは、一次試験の対策がメインとなっています。以前動画でも話したことがあるんですけれども、数研一級って、実は一次試験の方が難しいんですよね。で、何が難しいかというと、一次試験、計算がえぐい。で、そのえぐい量の計算をする、まあちょっとでも簡単にするテクニックとか、あるいはそもそもその計算量も数こなして計算になれるとか、そういったところに役立つのがこの合格ナビですね。まあ、一次試験ね、具体的には例えば行列式 5×5 の行列式を解けだとか、そういったものが出ますが、この合格ナビ一冊、まあ実際言うと微積と線形だったかな、なんか2つ2種類あったと思いますが、この2種類、このだから合計2冊をやり込むことで、一次試験も怖くなくなります。じゃあ二次試験は何か対策あるのかっていうと、あります。まあ、これ多くの資格試験において同じだと思いますが、過去問ですね、具体的にはね、発見シリーズというのがあります。これはね、一次試験と二次試験の過去問が、まあ、合計で7回分あります。で、回答解説も結構丁寧に書かれていますので、おすすめです。で、二次試験はね、まあ、合計で4台解くと。そのうち2台は必須で、残り2台っていうのは、まあ、5問のうち、5台のうちから選択するっていうやつなんだけれども、この選択問題もね、ぜひ全部解いていただければと思います。というのはね、まあ、万が一のためになんですね。数研ってね、どうやら難易度調整っていうのはあんまり厳密にはされていないようなんですね。まあ、要は一つの問題としても解きやすい問題と解きにくい問題というのがあるわけです。その合格者正解率というのも問題ごとで、全部いろいろ違うようになっていると。だから、まあ、実際これ僕が経験したことなんだけれども、僕ね、選択問題の中で一番、整数問題が苦手でした。よくその整数問題の論理というか、なんかテクニックみたいなのがちょっと、なかなか馴染めなくって、だから過去問ではね、幾何が得意かなと思っていたんですけれども、いざ本番実際の試験で幾何の問題がね、ちょっとわからなかった。逆に整数の問題が比較的簡単だった。だから本番では今まで苦手だった整数分野の問題を解いて無事合格しました。こういうふうに、たとえね、今までその過去問で苦手だと思っていても、その解いて、で解説を読んで、その苦手な分野のテクニックとか、その考え方とか、そういうのをある程度知っておく、これだけで十分保険になるかと思います。なので選択問題も全て解くことをお勧めします。まとめますと、数研一級においてはまずマセマシリーズ、扱っている範囲を学習する。で、それが終わりましたら一次試験については合格ナビという参考書問題集を用いて数をこなしたり計算テクニックを学んだりする。そして二次試験においては
発見というものを使ってください。それも選択問題、必須問題、すべて解くことをお勧めします。今回はここまでです。このチャンネルでは数検1級をはじめとして漢検準1級や英検1級、統計検定2級だったり、歴史能力検定、こういった資格試験、自分が合格しました試験の勉強法だったり学び方、こういったものを投稿していますので、よろしければチャンネル登録、コメントなどよろしくお願いします。バイバイ。